皆さんこんにちは。今日はこの超怖い話ガムを開封していきます。中に怖い話が書かれたシートが入っているみたいなので見ていきたいと思います。ガムは後でいただきます。で、これが呪いのお札です。百鬼夜行、当たりなのか外れなのかは謎です。で、これがメインのお話シートですね。早速開けて読んでいきましょう。昼休みになると赤子の周りにはたくさん人が集まります。赤子は幽霊が見えるらしいのです。誰かが、ねえねえ、今日はどんな幽霊がいるのと赤子に聞くと、今日は髪の長い女の幽霊が私の横にいるわと答えました。みんなはとても怖がりました。赤子は、私がいるから大丈夫よ、幽霊さんみんな怖がっているから私のそばにずっといなさいと言いました。赤子はすごいとみんな尊敬していました。みんなから尊敬されることが赤子は嬉しくてたまりません。でも幽霊が見えるなんて嘘でした。赤子はみんなに嘘をつき続けました。今日はもっとみんなを驚かせようと赤子は考えました。昼休みになりみんなが集まると赤子は急に、女の幽霊が私を引っ張るのと言って引きずられているようなふりをしました。みんなはびっくりしてしまいました。私についてきてはダメ、そう言い赤子は教室を出て行きました。そして一人でトイレまで行きました。みんな私のことを信じているわと思った時、ふと鏡に映る自分を見てびっくりしました。赤子の背後にぴったりと女の幽霊が立っていたのです。お前がそばにいろと言ったんだ、もう一生離れないよ